テオドルケブレセラシエは、チェコスロバキアとシェービーチ出身のサッカー選手。ブンデスリーガベルダーブレーメン所属。ポジションは DF。チェコ代表。エチオピア人で医者の父とチェコ人の母の間に生まれる。妹は、ハンドボール選手。2011年6月7日、キリンカップのペルー代表戦で A 代表デビュー。チェコ初の黒人選手としてプレーした。それ以降、 UEFA ユーロ2012予選にも招集されると、右 SB の一番手だったズデニエクポスペフトのポジション争いに勝ちレギュラーの座を確保。UEFA ユーロ2012のメンバーに選ばれると、全4試合に出場し、チェコ代表のベスト8進出に貢献した。その活躍に、いくつかのクラブが関心を示し、2012年6月22日に、ベルダーブレーメンと契約した。 10月12日、2014FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のマルタ戦で代表初ゴールをマークした。4部の FC ベルケーメジジーチーにレンタル移籍したとき、一時期サッカーをやめ、オロモーツにあるパラツキー大学に通っていた。ありがとうございます。